ローブ代表の沢木です。よろしくお願いします。今フリーランスで美容師をしてます後藤です。よろしくお願いします。本当休みの過ごし方下手くそなんですよね。でも絶対一人でご飯行きますね。それもなんかいいご飯屋さんに行って、ちゃんとしたところに行って、ちゃんとしたところで会う出会いってやっぱちゃんとした人が多いんで、基本仕事をするかコーヒーとかパン好きなんで、パン屋さん巡って好きなコーヒー屋さんに行って、コーヒー屋さんで仕事をして、夜は一人でご飯食べに行くのが、もう誰かと行く時は逆に営業後とかに回しちゃいますね。いい休日ですよそれは。営業後下手くそじゃない。本当ですか。知り合いとご飯行くとか、なんかこう何かに誘われた時はもう営業終わりに回して、もう休みの日は誰かと会うというよりかは一人でどこかに行って、一人でご飯に行って、で、まあ、いつも行ってるとことかだと、あ、後藤君今日休みなのみたいな感じで、で飲んでる時に誰かが来て、店員さんと仲いいんで、あの美容師してる後藤君だよみたいな、こんにちはって言ってこう仲良くなって、インスタ交換してみたいな。ぐらいまで。あ、気にしないで。すごい。なんで飛行機のあいつも飛ばないの？サホにお願いがある。カメラ。
会社って。逆側になるってこと？いや、なんかね、違う。そう、本当は映ってるんだよね。ちょっと、設定が。いいですか？泳げないからマジでちょっと焦った。あ、やばい、夕日が沈む。あ、え、やだ、沈む。あー、沈んだったよ。4K ですか。 4K めっちゃいいですね。
べき式で。ああ、ベッドで寝て。まあ寝る。逆光で。